大阪府立羽びきの高等学校は、かつて大阪府羽びきの次大国にあった公立の高等学校。高校生急増期対策で、昭和後期1971年、府立72番目に新設された。平成中期2008年に少子化の影響で、統廃合され、並行となった。更新は、大阪府立懐空間高等学校。 1970年代に高校進学率の上昇に伴い、大阪府では毎年3校から4校の高校新設が必要となる一方だったが、南川地,地方の普通科高校は太平洋戦争前に旧正中学校として発足の富士富田林高校1校のみ。このため事実上、南川地,地方で初の普通科高校として設置された。 教育課程は、全日制課程で、普通課を設置。地元の期待と熱意に加え、学習と部活動の両立を重視した、教育活動により、実力の羽びきのと呼ばれていたという。略称は、羽枝か、または、羽びきの。大阪府教育委員会は2007年、府立高等学校特色づくり、再編整備計画に基づき、 羽び野高校と同じく、羽び野市にある大阪府立西の浦高等学校を統合し、新たに普通科総合選択制の高校を設置する構想を発表した。新高校は大阪府立懐空間高等学校として2009年に開校。これに伴い、羽び野高校は、同年度より生徒募集を停止され、最後の在校生が卒業した2011年3月に、 並行した。高知は大阪府東南部と奈良県との府県境で、聖徳太子や水古天皇、小野の妹子のゆかりの近津明日かと呼ばれる地域にあった。ありがとうございます。